はい、YouTube ファンの皆様こんにちは。今ですね、水門館というところ、これ首里城公園レストセンターというんですけども、水門館ってああいう感じですね、見えますよね、レストランという意味だそうです、日本語ではですね。で、赤瓦のこういう空間、カメラさん映ってます、赤瓦、それからシーサーですね、これガジュマルといって沖縄の多分県の木じゃないかと思うんですけどね。それから場所ですね、バナナの木なんか見るともう本当に沖縄来たなという気がすると思います。それからソテツですね、これから昔食糧難とかこのソテツの実を食べたりして、でこれソテツ地獄というんですけど、毒が入ってるんですよね、でんぷんを、これをしっかり取らないと、でそれが当たって死んだという、こういう、貧しい悲しい事故もあったわけですが、実は YouTube 先ほど説明した通り、四国はまだ一人もいなかったんですが、なんていう、運命のいたずらというか、高知もいれば愛媛もいるし、香川もいるしね、徳島はいないですね、全通じとか、徳島は徳島の空港で私よく燃料補給してね、吉野川沿い の池田高校、あそこを越えると、あと愛媛ですよね、愛媛の南、松山の南を通って、あと足摺岬から、あと熊本の外輪山、阿蘇の、それから空港に入っていきよったんですけどね、香川の善通寺とかね、善通寺ですとかね、観音寺とかね、そちらはどこ、愛媛県です。愛媛、松山の南側を通っていきましたね。松山は坂の上の雲、正岡式、非常に偉い人が多いですよね、みかんも豊富だしね、はい、よう知ってるでしょう、池田高校のどいなかも ね、 あの川が、あれぐにゃーっと曲がってるんでね、はい、山びこみたいに、非常にこう盆地みたいになってるんですよね、そういうところがね、何監督だったかな、あれな、スタ監督、スタ監督ね、一時でね、はい、何 ?10 名しかいない野球部員が、はい、山びこ出せ、ですよね、はい、10名、もう2人、はい、食中毒するともうね、成立しないという、そんなギリギリの状態でもね、やっぱり甲子園であれ優勝したんかな、準優勝ですよね。そういうことで沖縄も準優勝して、水産がね、でそれであとはね、春夏もう今強豪ですよね、沖縄というのはね。そして僕はもう本土はあちこち、北海道からね、九州行ってから。皆さん四国から来るとよく都会の沖縄へいらっしゃいましたって言うんですね、そうやって大笑いするんですよ。埼玉の人にそう言ってもね、奥秩父なんかもっとえらい田舎ですからね、そういうの見ていますし、東京といってもね、奥多摩とかあそこ行ったらもう大変な田舎ですよね、本当タヌキとかキツネが出そうな、そんなあれなんですけど、さて余談ばっかりやっても時間が経ちますので、どうでしょうかね、沖縄の初めてですかね、修学旅行で来てるのかな、私は初めてで、初めてで、はいはい、じゃあこの初印象から聞きましょうか、こっちの方から、どうでしょうか、はい、沖縄は自然もすごい綺麗で、自然って海とか山とか、綺麗で、現地の人もすごい優しい人が多くて、来てよかったと思います。じゃあこちらの方です。私も本当にそんな感じです。本当にみんな優しいなっていうのとか、あと残念ながらあんまり天気が良くなかったんですけど、ホテルから見る風景とか結構曇りでもすごく綺麗で、なるほどね、本当にこっちもいい加減自然やなと思ったんですけど、全然車もならないぐらい綺麗なところですね。で、私らこの YouTube は世界をインタビューしてるんですけどね、やっぱりフランスとかスペインですよね、イタリアとポルトガルがないんですけど、あとスイスとか、この間ベルギーもあったしね、オーストラリア、それからアメリカは多いですよね、アメリカ、カナダ、ニュージーランドもありましたけど、やっぱり皆さん行く道にまず第一線に言うのはフレンドリーって言いますよね、人々がね、温かいとかね、で兵庫から来た人は帰ってきたような気がするっていうわけさ、どういう意味って言ったら、あの下でしたけどね、いや外国にずっと行っていて、やっとふるさとに帰ってきたという、そういう感じがするらしいんですね、沖縄に来ると。これはいいお世辞だなって言ったら、豊から来た人はですね、じゃあ最後にカメラに向かって、何か沖縄の宣伝をしてくださいと言ったらですね、沖縄は is better than Hawaii って言ったんですよね。これ殺し文句だなと思って、たった一言ですよね、
一言で全てを要約しているわけですよね。まあ、そんないい、お世辞はしなくてよろしいですので皆さんはね本当にあの感じたことを述べてもらいたいんですが、それで何回か来ているこのお二人さんはどうですかね、はい、1回目2回目と印象を比べてどんなもんですか。私は2回目で、うん、の前は家族と来て、うん、あのツアーでなんかその、うん、いろんな首里城とか、うん、姫入りの塔とかもあったんですけど、うん、でも今回は友達で、うん、あのなんかレンタカー借りて行ったんですけど、うん、なんかすごく自然が綺麗で、うん、なんか前はちっちゃかったんでよく覚えてなかったんですけど、 なんか人の温かさとかもなんか改めて感じてよかったなと思います。で高知からいらっしゃったんですよね、はい、坂本龍馬ね、はい、非常に有名な店、あれ脱藩するときにあの小さい道を、なんとか湯温泉、あれ何湯の町だった、そうそうそう、はい、でそこでねあのこういう格好でねやっぱり坂本龍馬と同じようにここに宿に泊まったというところで、うん、そこの旦那がちゃんとやって日本と思ってこの道をこう行ってね脱藩していったということで観光ガイドしていましたよね。ただですよ、まあそれはあのね民宿のあれは取りますけどね、3000円か4000円かしますよ、食事やって、でこういう格好でねこの道を脱藩していって京都から関東へも行ったという、長崎にも行ってますよね。湯河原とか言ってたかな、なんかそんな変な町ですよ、もう山奥になってね NHK ってありましたけど、どうでしょうか1回目と2回目の印象は、私今回島合わせて4回目なんですけど、なんか来るごとに、はい、来るごとになんか違う魅力があって、うん、最初の沖縄旅行は結構歴史とかを見たんですけど、歴史とか戦争の関係のことも深くて、今回はなんか海とか、シュノーケリングとかやって、その沖縄自体の自然とかも感じられて、やっぱ来るたびにやっぱり沖縄いいなって、どこよりもいいなって思いました。どこの県ですか。徳島です。徳島が2人いる。愛媛、徳島、高知、高知2人、はいはい、そうですか。ということで、もうこれね、あのいつまでも喋っていくわけにもいかないし、私 あのリコメンド、推薦の一つです。ぜひね、あのソーキそばを食べてもらいたいと思いますよね。美味しかった。ああ、美味しいですよね。はいはい、徳島のご飯やばい、ね。骨についてる肉の部分が美味しいですよね。はい、それと独特のスープ、そしてラーメンと、まあそばの相中のようなね、ファージーですよね。いい加減文化なんですよね。そういうところがね、非常に僕はスープもうまいし、その麺がまた独特の麺ということで、もし、飛行機でのまだあと 4,5 日あると思うと、何回もですね食べてぜひお金を落としてもらいたいと思うんですが、じゃあ、一人ずつですね、今度こっちから行きましょうかね、自分の言葉で、お国言葉で沖縄の宣伝を簡単にしてください、どうぞ。はい、沖縄で食べた食べ物の中で一番美味しいと思ったのはフーチャンプルなので、ああ美味しいけんぜひ食べに来てください。はい、ありがとう。はいはい、ええー、な完結で、はい、沖縄はどこから来た。私高知県です。はい、高知、はいはい、まず沖縄は本当に自然とかも綺麗で、人もすごいいいとこ、なんか優しい人ばっかりで、すごいいいとこやき、ぜひ一回遊びに来いや。ああ、沖縄へ。沖縄はすごい自然が綺麗で、海がめっちゃ綺麗で、すごいいいところやけん、ぜひ来てください。はい、いや、ありがとうございます。沖縄は歴史もあって、自然もあって、食も美味しいので、美味しい県絶対来たら、思う県。 あんまり食べ過ぎて太らないようにね気をつけましょうということで、今日はまあ将来ね、六本木のモデルクラブでも通用するぐらいの銀座からが来たカンカン娘かなと思ったら高知ということで、いよいよ香川県だけに残りましたね。じゃあね、インタビューしたのが、高知とそれから愛媛と徳島ですよね、それぞれの非常にラッキーでした。でこれ映像はですね、あとそうですね 3,4 日ぐらいですかね、
に編集してまた世界に発信しますので、ぜひあのカードもらいましたよね、はい、友達とかあるいは家族とか、出たよっていうことでね、新学期になったらいっぱいこのアクセスが増えることで、また沖縄が恋しくなったらね、これを見て、何回も口コミをしてね、宣伝してもらいたいと思います。今日はどうもご協力ありがとうございました。ありがとうございました。良き旅を。また来ます。じゃあちょっとチェックしてみましょうね、移り具合を。